パンちゃん分かりづらいんだけど。私はパンです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 。そうです、あなたは本物です。そうだそうだ、みんな自己紹介をしてください。みんなは、私は山から来たウィンです。よろしくお願いします。しんちゃん、パンです。ベトナムから来ました。はい、タイから来ました。サワディーハー、パンです。よろしく。こんにちは、福島から来たリカです。名産品は桃です。イエイ。パンちゃんの YouTube に、挑戦者が来ております。今日もゲストいます。今日もゲストいますってしまじましいな。あなた分かってるでしょ。だってさ、今もう4人じゃん。4人なんだけど、日本一のお笑い芸人、いや世界一って自分で言ってるんですけど、自分のテンション芸は世界の人を笑わせられるっていう芸人さんがね、今日パンちゃんの YouTube にどうしても出させてくれって、それを試すためにパンちゃんの友達のアジアの女の子たちを集めて、それが通用するかどうかを試したいんですって。ところでさ、みんなお笑いが好き？私ジャスティンビバーが好きです。お笑い芸人じゃないよ。イケメン好きです。みんな好き。猫より犬の方が好きかな。イケメンになっちゃった。エッジマフィーさん、カモン。王道挑戦者は俺や。こんな密集していいの今の時期。大丈夫なの？どうもエディマフィーです。はい、わけもわからず来ましたけれども、今日はパンちゃん、あのタイ人のパンちゃんです。このチャンネルの持ち主です。あ、持ち主なんですか。あ、なるほどね。タイですね。俺タイ結構タイ料理食べるんですよ。え、なんですか。例えばタイ料理、パッタイとか。あー、パッタイ。焼きそば。焼きそばじゃ日本じゃねえ。あれ、あれ突っ込まれてる、突っ込まれてる。大量にいるやか、日本人やつじゃない。あれ結構ね、好きなの。頑張るぞ、みんな頑張って。じゃあ、皆さん、早速始めたいと思います。牛乳を口に含んでください。うわー、飲まなくていいよ。飲まないよ。飲む。乾いてんなら一回飲んでもいいよ。マッチよっかマッチ、なんか考え中。マッチよっかマッチ、なんか考え中。もうお待たせしました。皆さんこんばんは。私、マークゾーン7人のエディマフィーです。よろしくお願いします。それでは今宵はそんな皆さんをマークゾーンにご案内いたしましょう。ほらみんな、マークゾーンに突入やで。何でも鑑定団。この番、品物を見てほしいんですけれども、了解でーす。ママ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 マ。鑑定結果が出たようですね。それではオープンザプライス。一中キャモーフィッドてたか。俺はプロだ。
嫌がれな。よし、このあたりもはやこの手しかない。おー、いないいない、もうおらんきゃー。はーい、みんな心配するな。俺は実格なしだ。はーい、じゃあ次の漫画はこれや。西部劇。いいか、勝負方法は至ってかんだんだ。1、2で振り返り勝負だ。行くぞ。1、2、もう！うわぁ！やら、れ、たぬき！ポンポコ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 先生、たぬき合戦、ポンポコ！ゲゲ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 ゲのゲ、笑いが何にもない。はい、本当にないですね。ということで、今出せる力は全て出し切りました。それじゃあ皆さん、また会いまで。どうもありがとうございます。ありがとう。ありがとう。まー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 。みんな笑ってくれたんですね。日本のコメディ面白かった。面白かった。どう、私、なんか、席もう…席まで面白くて、笑いすぎて。いや、みんな、日本のお笑いはどうだったかな？困ってんじゃないよ。どうだったんだよ。でもみんな笑ったよね。本当？あのみんなもう最初の方で笑ってたのに、すごい長くネタやってましたよね。途中でやめればよかったんだけど、自分のあの計画通りじゃなくて進めないで。またマフィさん、あの YouTube の方にも出てください。なんかあったら。あ、ぜひ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 。僕告知してもいい？あ、そうそう。あ、いいですか、はい、僕自身もあのマフチャンネルというチャンネルで AD マフィーで YouTuber としてやってるんで、まだあのね、チャンネル登録がね、44人しかいない。まあ、マフチャンネルって言ってる通り、あのマフ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 言ってるだけなんですけれども、よかったらご興味ある方が見てください。よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あのリカマンボーさんもなんかやってますよね。あ、私は YouTube のチャンネル持っています。はい、ドイツのこと、あの、喋ってます。ドイツのこと。ドイツ語喋ってる。ドイツに留学してて。登録者は何？180人。やったー。よろしくお願いします。他の方はやってないですか？やってないです。それでは皆さん、